DS BDS ヘアイスメイズやってキュアトで越前龍馬に憧れた団体は今日公式を初めてやってきてます。スペシャルゲストにね、西郡マスオが来てます。はい、マスオです。同級生らしいんすよね。何ので今日はね、僕公式初めてなんですけど、中学校の頃はね、給食終わった後ね、軟式をめっちゃやってたんですよ。あとテニスの王子様もね、2周してるというね、素晴らしさのね、あるんで、読むの2周ってことか。そうです。だからね、ちょっと自信があるんでやっていきたいと思います。はい、行きましょう。あとね、こうね、出会いを求めにね、テニスサークルとかね、こう探し回ったんですけど、なんか初心者募集とか言っときながら、で僕応募したのがダメだとか言って、初心者絶対女子しか受け入れてないんだよ。そうだよ、ふざけてんだよ。だから俺ちょっと上手くなって見返してやろうっていうのがあって、うん、今日はマスオ君を潰せばその一歩に近づくかなと思って、ね、絶対それだと思ったんだけど、うんうん、ちょっとあれだね、雨降ってきたね。やばいね、やばいね。難しい。まだ2回目なんでね。まだ2回目、相手ね、うん、まだ下手くそですよ。なんて君のスーパーサーブ入るのか。うわ、あ、入ってない。すごい力強いよ、ダンテ。いや、力じゃないんだよ、体の使い方なんだよね。使い方、全身うまく使ってバネを使ってこそね、うん、強い球が出ると思う。ああ、もうなんかテニスの王子様だね。あ、プリンス、プリンス。プリンス、プリンス。おーっと、プリンスが何をする間もなく。プリンスの技。プリンスのサーブ、はやっ。おーっと、入った。入ってる。お、今のが入ったんだ。よっしゃー。じゃあ3セット選手でいいんじゃない？2セット選手。2セット2セットかよくわかんないんで、最初じゃあダンテがサーブで1セット取るまで、はい、次俺がサーブで、おあいこだったら3セット目。オッケー。アウト。アウト？サーブだ。今のでもう1回ミスったらダブルフォルト。オッケー。入った。よし、いった。ポイントマスオさん15。怖えな。変わると難しいな。ね。入った。ああ、やられた。ポイント、ダンテ、15。すごい。15対15、いい試合だね。じゃあ、こっち行こう。ポイント、マスオさん30。あぶねえ、今アウトかと思った。あ、アウト。アウトだ。アウト。うん。ってことはポイント、ダンテ30、マスオさん30。ドロップ、ドロップ。ポイント、マスオさん40、ダンテ15。いろんな人、次で捉えたらまずい。そうだ、手塚、マスオゾーン発動。よし、デュース。そう、あ、取ったんですね。マスオさん、ワンセット選手。ホルト。あ、ダブルホルト。ポイント、ダンテ15。やばい、ちょっと1投目から次は入れてこう。無理無理。いくぞ。よし。あ、入ってる。ポイント、ダンテ15、マスオさん15。もう一丁、じゃあサーブいくぜ。来た。ポイント、マスオさん30、ダンテ15。よ
よし、次はこれでいくぜ。マスオのくせに。よっしゃ、マスオゾーン。ポイントマスオさん40、ダンテ15、セットポイントです。悔しいっしょ。くせ、やべ、あー、ボルトか。デフォルトだったら入っちゃうのか。いくぜ、入れ。やべ、よし、入った。はい、マーストさん2セットです。だって勝った。え、2セットなかなかだった初めてかもしれない、ダンテ様から多めの言葉いただいた。やっぱ人を認めないと成長できないから。変わったな、ダンテ変わったな大丈夫、締め、このまま行く。はい、ということでね、マスオ君に、まあ、負けたのを認めます。はい、でも今度ね、ぶっ潰したいと思います。ゲテニスの王子様をもう何周もして。そうだよ、新技、そこかよ新技を編み出していきたいと思います。そうだ、テニスサークル入ればいいんだよ。いや、まだね、テニスサークル、ほんとふざけんな、お前らなんでさ、初心者歓迎しといて俺入れるんだよどうせやりさだろいや、絶対そうだよ、ふざけんなよ。なんでね、テニスサークル入れるまで頑張りたいと思います。シュッ、See you。 PDS株式会社。チャンネル登録よろしく、よろしく、よろしくにゃー。動画のグッドボタンもお願いしますにゃー。おいしょ。